Hello, こんにちは。LEC アッパーズファイナル。ここで勝てば、LEC の決勝に迎えて、で決勝イコール MSI だよね。G2 対 BDS。G2 は去年のメンツと一緒。ブロケンブレード、ヤイク、キャップス、ハンサマ、ミキー X。一方 BDS、去年のアダム。で、ジャングル仕様、ミッド、ヌック、同じ。で、ボトムが勝ったのかな？アイス、ラブラブ。ADC 勝ったはず。サポートどうだったっけ？ BDS の、強い、まあ、アダムがやっぱ去年の世界大会ガッツピックでね。ガレン、オラフ、ダリウス。なんだっけ？ S なんだ。なんか沸かせてたけど、まあ、BDS のアダムうまいんだけど、トクシックすぎてベンチに下げられてたよな、ここ最近。で最近戻ってきたんだ。あ、S は瀬戸か。 OKOK、まあ、ヨーロッパのベスト2チームですかね。まあ、G2 といえば、じゃあヨーロッパといえば、まあ、G2 対ファナティックなんだけど、ここ最近 BDS すごいよな。で BO5、G2 は一つ前のシリーズでファナティック相手 2-0 で勝ってる。でこっから BO5 が始まるらしいですね。でパッチは 14.6。 ファーストピックでレル先出しは他の地域で全く見ないね。でバルスとボリベアはちょくちょく出てきてたけど、なんか出てくるたんびにゴミというか、なんか本当序盤強いのはわかるけど、そんなスノーボールできなくて、中盤以降空気というか髪切れというか、なんか本当使えないキャラの印象。でパッチ 14.6 なので、スモルダーが弱くて、おー、セナが空いてるんだけどセナ取らないね。やっぱノーチラスがいないんだったらセル取らない、セナを取らないんだ。T1 の場合は検知がうまいからセナ検知取るけど、それよりもジンクスプラスルールで、ルールジンクスを見てアッシュサポート連戦潰しに行く。なんかメタがすごいね、 G2 のピック。ジンクスは確かに今カリスタ、まあ、セナ、あとバルスいないときティア上がるけど、まあ、ゼリーも今いないし、もうそこにもうルールぶち込むんだね。相手がナミルシアンとか取ってるんだったら、てかルシアンの方が評価高いんだけど、ルシアン取らないね、お互いに。ルシアン見えてんならルールわかるけど、ルシアンじゃなくてもルール行くんだ。やっぱヨーロッパだからなんかメタが違いますな。ジンクスルールレル、もうプロテクトジンクス構成でも行くんかね。お互いにセカンドローテーション、ミッドレーナーをバウンしていく。去年の BDS は正直アダムチームだった。アダムがガッツピックして、ジャングラーがトップだけ見てあげてみたいな。今年はどうなってるんでしょうかね。アジール、ジンクスとルル捕まえることもできるし、アジールのエンゲージ大事だね。サイオン、オレリオンソル、いやー、オレリオンソル最近強いわ。プロテクト、オレリオンソル、ジンクス構成。フロントラインで、硬いサイオントップに送る。サイオン先出しってすごいな。どちらかというと、オーンの方が良さそうだけど、サイオン行くんだね。サイオンカウンターピック多くてね、エイトロックスもカウンターよ。まあ、レートゲーム構成の G2、 中盤構成の序中盤構成の BDS、 どうこの BDS がゲームを壊していくのか。
楽しみだね。サイオン相手ダリウス見たかったな。LEC はボリビア人気なんだ。ねえ、エイトロックス暴れなければ G2 そのまま勝ちそうだけどな。ボリビアと、まあ、序盤のボリビアがどう立ち回るかによるかね。ボリビアが試合破壊するかどうか。LEC に変えるかタイトル。BDS fans need to come out in force. G2 are obviously firm favorites here in EU for a reason as our match of the week kicks off. Firm favorites within the matchup, firm favorites within the region. But BDS, we know them as such a great team fighting team. It was frustrating because against Vitality, as they go for this deep invade, they were pulling off these great team fights. Now using the power of Lebrov.With Ghost available, Mickey gonna spot this out. LeBron getting a rally. Hello, こんにちは。 G2 vs BDS。 ヨーロッパの、まあ、トップ4が決まったのかな。この G2 対 BDS はアッパーズファイナル。勝ったら MSI 行き、まあ、決勝行き、まあ、トップ2行けるんで決勝行った方が、まあ、MSI も行けると。でヨーロッパといえばやっぱ G2 だよね。去年とメンバーも一緒。いや、 やっぱさ、 LEC 久しぶり見るけど UI がいいね。見てこれ、この下の方に出てるゴールド差が常に出てると。左側の UI を見るとオレリオンソルのアイコンの左上にスタック書いてあるね。今ゼロ。 G2 エンゲージするが相手が待ち伏せている。ちょっと待って、なんかジンクストップにいるんだけど。ちょっと待って、イニシエの、イニシエのこれ、レーンスワップメタなんだけど。で、それに対応してるんだけど。ちょっと待って、サポート同士が殴り合ってるぞ。おい、レルがフラッシュしてきたのに、ルルがブラスティングコーン壊してなんか飛んじゃった。What the fuck? え、何が起きてるのこれ。うん、え、7年前に。え、何これ、 7年前てかアッシュサポート何やってるん。とんでもねえな。ボリビアが来る。ホーリーシェット。おい、ヨーロッパ行かれてるぞ。アッシュエグやってること、うまっ。あのカオスすぎる。いや、これ殺せないでしょ。いやー、夜中0時から始まる LEC の試合待っててよかったかもしれない。俺何を見てるんだろう。レーンスワップからまたレーンスワップでボトムに戻ってくる。いや、なんで俺サイオンピックしたんだろうと思ったら、確かに昔のレーンスワップメタの時のトップで一番強かったキャラはサイオンだったね。レーンスワップっていうのはボトムレーナーがトップに行くやつですよ。1対2をやるわけでも、1対2だとやっぱトップレーナー何を使ってもやられるんだけど、サイオンだったら死んでもファーム食えんのよ。でウェーブクレアも強いし、だからサイオンがいい。レーンスワップする前提のサイオンピック。ただ BDS も分かってたね。初見じゃないらしい。多分練習試合とかでこういうのもやってたんだろう。情報が漏れてる。これ初見だったら、国際戦だったら絶対にこれレンスアップ決まってんだけど、相手も情報があったね。読まれてた、G2 の動き。昔はこれが多かったのよ。レーンを避けてトップに行ってって。でも最近なんでこれがないかって、5分までトップとミッドのタワーが硬くなってるのよね。で逆にボトムは最初から柔らかいからタワープレートが取れる。だからボトムのデュオがトップいっちゃうと基本そっち側が負けるのよ、タワープレート差で。
なんだけど 3-4 だからなんとかなるって考えてジンクスルールをトップに送ったんだ。デートロックスは一人でファーム食えないからアッシュがボトムに行き、今度バラスがトッププッシュでもこうなるとエイトロックスレベルが低いからね、トップレーナーレベル大事だから今度はエイトロックスがトップに戻る。なんやこれ。G2 側が敵を避けてるって感じかな、構成的に。え、これまたさ、サイオンボトム行くのかな、これボトムレーナー、え、ジンクスルールまたバックしてるぞ。バルサーシュが連戦強すぎるから逃げ回ってる。で、サイオンもエイトロックス、マッチアップきついから逃げ回ってる。これ、連鎖アップ1対2になると何が起きるかって、お互いトップレーナーが CS 食えなくて、ゴミになるわけよ。でも3、4はタンクだから、ファーム食えなくても仕事できる。エイトロックスはキャリーだから、お金が必要。だから逃げ回ってる、G2。これ昔あったんだよ。たまに見るとおもろいね。でも昔、これ毎試合これだったから、ほんとつまんなかった。戦いが起きない。15分まで戦いが起きない。いやマジでね、見てて辛い 2,3 年あったよ。レンスアップメタくっそ眠かったもんね。ワンチームファイトで試合が終わってた。だからなんかタワープレート導入したりとか、タワーがボトムだけ柔らかいっていうのを入れてるんだよね。だけどもう5分経ったから別にトップでもボトムでも関係ねえや。でも今はグラブもあるから、まあ、ドラゴン側に人数送れなくなってドラゴン捨てることになっちゃうけど、グラブ取れるしワースって考えなんだろうね、 G2 は。まあ、最初の5分が大事なんだけど、最初の5分 BDS も BDS でなんか敵のやりたいこと、 G2 がやりたいことに付き合ったから、タープレットの有利も取れてないな、あんまり。だけどレベル1のキルで事故で G2 がトータルゴールと結構負けてんね。ジャングル差とボトム差がすごいついてる。いやー、やっぱ LEC の UI 美しいよな。見てこれ、レベルも見えてんだよ。このアイコンで左とか右のさ、サムナースペルの横にちょっと縦長のバーがあると思うんですけど、紫の。あれ経験値ない。スタックも常に見える。経験値も見れる。で、ゴールド差も常に見える。いや、マジ、これに統一してほしいわ、全地域。いやマジで LEC がね、去年も本当見やすかったけど、これをスタンダードにしてほしいわな。So again, I mean, G2 are playing the do-si-do, even though, just to confirm that BDS made such aggressive plays early on. スタックを見せてくれる地域もあるけど、その代わりにキーストーン見れなかったりとかするんだよね。でも今回そうでもないんだな。Adam gonna get damaged here, and Mickey actually does quite a lot here on the Lulu. Nice little polymorph to follow up as well. Adam looks for the turn, but won't find it. As now Yike is up here just in case as well. Yeah, I do want to say BDS are definitely the leader. Aatrox ファーム食えないね。まあサイオンの方が食えてないけど、でもサイオンは別に死んでもいいんだよ。ウェブクレイが早いから。これがサイオン。エイトロックスこれできねえだろ。だから BDS は4人でボトム殺しに行って、代わりにミッドレーンをエイトロックスが行ってる。しかもこれジンクスだからさ、タワー交換早いのいいな。いや、この構成 G2 行かれてるわ。これ国際戦で見て。おもろいね、ほんと。やっぱ G2 って柔軟だよな、考えが。勝つためにいろんな戦術やるのおもろいな。ゴールドはトータル負けてはいるんだけど、まあ、お互いにチームファイトしなくなっちゃうんで、レートゲームに行きやすいよね、G2 は。問題はドラゴンなんだけど。
レートゲーム行ったら勝ち構成 100% 勝ち構成なのはジンクスなので、あジンクスというか G2 なので、まあ序盤戦いたくない。でお互いにタワーを取る、でお互いにトップレーナーが腐れば、まあ、3-4 有利。しかしレベル1でクソ事故った G2。 They want to try and match the duo of G2, and now you're overextended, Hansama. He's got cleanse available. We're just waiting to see what it's going to be used for. Pokes out first, he gets shielded up, and Sky Splitter again. Good damage here, up to half HP. 敵のサポートが明らかに足うまいな。So he's going to start to move up towards top side, has the ultimate available as well. So if you try and go for the dive as BDS, suddenly you got a sign on this ultimate into that top side as well. So G2 doing well to cover, but BDS, because of Hansama overextending, get the poke that they need.G2 がグラブ3つ持ってるんだが、どうだ ?2 つは BDS 取っておきたい。グラブ、ボイドマイトを出させたくないもんね。G2 あと2個取れば、この2つ取れば、グラブ5。おお、グラブ抑えられないのか、BDS。まあ、グラブ捨てて、エートロにお金集めてって感じ。ただジンクスアルティメットまで打ってバック止めるぞ。ああお互い戦わないから敵のバック止めてタワーの取り合いをやろうとした。いや今のバルスのバック止めたらボトムのタワープレートめちゃくちゃ美味しかったな。トップタワー取った、先に取ったぞ G2 で、ボトムも5グラブだから取るの早い。ゴールド追いついてきた。すごいね、あんだけキル負けててさ、レベル1事故ったのに敵を避けて避けてグラブ取ってタワー取って、これは特に情報、相手が情報持ってないなんかね、国際戦とか用に練習してるのもありそうだね。特に BB がな、やっぱ国際戦でトップレーンきつそうだったもんね、去年。ヨーロッパでは強いけど。わーお。しかもドラゴンも1個抑えに動く動き。レートゲーム有利構成で。しかもレル取ってるから、スマイトファイトめっちゃ有利だしな。ドラゴン。基本1個2個ぐらいは取れるような構成だね、レルがいてくれて。なんかピックがすごい考えられてるわ、G2。オレリオンソルもこういうファイトで動けるキャラだから、機動力あるんで、まあ、こういう激しいマップの動きについていけるしね。2-2行こうか。いやーロルおもれえわ、やっぱ G2 おもろい。2019年の G2 って感じ。勝つためならいろんな戦術やっていく感じね。すごいな、やってること。ドラゴン取って、フラッシュ持ってないバラス狙いに行くのえぐいね。みんなでミッド捨ててトップ捨てて、やり方がえぐいわ。これは寄る必要があったのかな、BDS。
別にバルス殺してミッドとトップタープレート殴れてたから味方が。Like screw 80 carries when you got Nicky on your team. That's my gold. Is he playing Nautilus or Lulu? We can't. Oh, tower top to bottom で取ってるぞ。キル負けててゴールド負けてたのに。Who had been able to pick up 2-0 and plates in their favor as well in this game. BDS now taking the Herald in the top side while Adam is trying to get a turret of his own. Now that it's squishy past the 14 minute mark, BDS is still able to maintain that 1K. And now they should be able to as well.ヘラルドを BDS が触ってる間、サイオンがウルトを切って やばい、おもろすぎるこのゲーム。To make these plays is why G2 are able to find these moments. Nuke was pushing on bot side. They didn't have TP. The G2 are like, cool, screw the terror top lane, screw the CS. BB's going to be able to come in mid and we're able to push them off. But again, you got the terror top. Ha! Hiraldo took the G2. Nuke as well. So for G2, you need to try and crack open mid lane turret to get something back for yourself on the map. You already have both side terrors down, so...At least the moment you're ahead in the turret game when it comes to this, but caps. Yeah, caps to flash nai. Oh, でも1キル取り返した。The Dex Rocket as well gets rid of the minion wave, so Adam can't get the turret. While BDS ended up getting trade on, and that's huge for G2 in the defensive play. Yeah, they're gonna look for the pick on Yike. I think you got Shea who's gonna steal red buff. You got pushing mid for Ice, taking over the spot side jungle to drop.Buy space here for Adam to take this bot lane turret. Works out well. BB though already put the threat onto the tier 2, so BDS will have to try and reset. Nuke isn't up for a couple of seconds, and someone will need to deal with that, especially as we're about to say the demolish and the 5 stacks of the void probes. This terror will fall despite the fact he's. 誰もこれ守んないの。足のウルトで守った。We're gonna stop him at least. Hang on, BDS are actually coming in, so BB without ulti available. いや守れたね、足のウルトで、すごい。これ取れたらでかかったんだけど。サイオンはあんまりファーム食えてなくて、エートロックスが育ってるね。ホタルゴールド、エートロックスが、アダムが、一番持ってるわ。エートロが育ってます。Always going to be a major factor when we come into these team fights, especially if you can get access onto the back line. But the. 序中盤で決めきらないといけないよ BDS の構成は。で今回ドラゴンがクラウドソウルか。エイトロのクラウドやばそう。At the moment, G2, they need to get their sides in order before they go for this play. ドラゴン30秒。 G2 無理してドラゴン取る必要もないけど、まあ、なんだプレッシャーだけ与えてレルがワンチャンQスマイトで取って離脱してもいいよ。Very well pointed, Dag. The second one it would be for either of these teams, one apiece so far. So it's not like we have solid dragon stacking as G2 now come to join for the mid wave. Caps is top, but he has teleport available. I'm just looking there because it might be able to try to find a turret with Adam even moving up and then move to this play. It's the G2. これは寄らないかな。トップのタワーをオレリオンソルに入れたいね。ドラゴンギブしてトップ側のコントロール取って。エイトロックスを追い出してオレリオンソルに700ゴールド入れたい。入れる。これ美味しいね。これサイオン取らなかったんでよかったね。これで2キル分以上がオレリオンソルに入ります。オレソルが1000ゴールドも有利。We set it out nicely in the early game, Dagger. At least you did. You know, talking about the strength of ice. Well, we haven't seen it yet, but we know this virus is strong. We know that Han Sama has given himself a bit more time with that set early game, almost to his second item as well. いや、これ G2 順調だな。あのレベル1のやらかしからすごいここまで持ってくれるんだね。エイトロックスは相変わらず問題ではあるけど。
あ、エイトロックス抑えれる構成ではある。アジールとかボリビアとか、あとなんかみんなで一緒に突っ込んでこられたら厳しいけどね。みんなでエイトロフォーカスできれば問題はない。ヘラルドをここでミッドに出して、ボリンソルアルティメットは強化されてる。アジールがテレポート持ってボトムにいます。 OK、 ぶつけるだけぶつけて離脱。ジズはさすがにサンドラからは戦いに行くんじゃないかな。ジンクス2コアぐらい出て、できればまあ3コア待ちたいけど。Response, Hansama just ulted Labrov to stop him resetting. So a lot of people just tossing ults around the place. You know, when Jinx was released, I think everyone just thought about the ult, you know, for kills and everything. And it's strange that over the years we started seeing it, obviously with the buffs to neutrals, that we saw that crazy era of Jinx rockets stealing barons, stealing dragons. That was obnoxious. But now we see it as like a utility tool as well. Okay, are they on baron? We're going to use it as a scouting tool.Are we gonna stop resets and, you know, use this overuse word? オレディオソルのスタック今234か。かなり順調だろうな。オレソルのスタックってアルティメットの範囲もでかくなるらしいんだよね。それだけ知らなかった昨日。いいの、フィールドもでかくなるけど。ベートゲームどんどん強くなる。まあそれはサイオンも同じか。 SP がどんどん上がりますね。ダブル TP、 このミッドタワーを絶対に渡さない。実でもちょっと来るの早いな。ドラゴンが湧いてないんで、もう一回サイド行かなきゃいけないから、サイド行ったタイミングでテレポートなくてまたミッドタワー狙われたりとかすると、エンゲージ狙うね。バルスフラッシュあるから、その強化オレリオンソロのウルトは打ちたくない。太陽ウルトキルテレポートねえからトップレーンは捨ててミッドタワーを強引に取ってくる。まあ、ゴールドはサイドレーンの方がでかいけど、ミッドタワーの価値自体は高いね。今のでちょっとゴールド離された。てかエイトロックスがどんどん化け物になってる。トップのゴールド差が開いて2700ゴールド差。いやこれ本当見てて分かりやすいな。いいね。でもねこれね、やられてる側がね、さらされ続けるんだよね。去年それでエビさんが結構ヘイト買ったと思うわ。割とチームのために自己犠牲するサイオンとかもやってたし、レベル1でなんかリーシュするみたいな。割と4000、5000ゴールド負けてるって試合がね、ずっとさらされてたから、あれもあってヘイト買ってたよ。でもサイオンはまあリソースは取らず、味方のために動いてあげて。オレリオソロは育ってる。孤立してるぞバルス。
the disengages, Ice uses Chains of Corruption. Caps holds onto the sky to standers. It extends over to Mickey. And what about Lulu? From Adam, the drawback as well, but Adam walking up almost to his detriment. BDS get tagged off the back end, but so does Mickey here as Dragon is up and staring them in the face. G2 don't feel comfortable to commit to the play, and I thought maybe they just go with the Skies Descend onto Ice, get that flash out, but with Ice being this low, he's gonna have to play very respectful well, anyway. They're just looking for the poke. Yeah, Mickey's, they know he's gone. ルルがバックしたのはワードに映ってたかな。ただバロン側のプレッシャーはさすがに BDS 取れないんじゃないか。ジンクスウルトで一応確認、全員見えてなかったか。サイオンが捕まる。Really good protein, apparently. Actually, it's not. Don't listen to me. Lettuce doesn't have protein in it. I think. It's very hydrating. Yeah, it's hydrating. There you go. More important here. Wave clear from G2 comes through again. There's the flash. Lelのエンゲージ。アジールフラッシュ。LelのHPがミリだ。ダウン。俺それビッグルト入るけど、逃げ切れるか。おお、ルール逃げる逃げる。えぐ逃げ方。しかも3、4、ここで即バロン。これ、バロスいねえぞ、相手。ADC いないのでバロンできんのか？バロスどこまで追いかけてくんねん。ジグザウルトでかい！足のウルトだる！OK? 相手は離脱かな？せめてドラゴン欲しいけどドラゴン間に合いそうにないよな。みんなで殴ればいけるか？間に合うか。さすがに5人で殴れば。いやー、このエンゲージの何があったんだろう。レルが、レルの Q フラッシュ読まれてたね。ちょっと分かりやすかったか。うまかったね、アジールが。敵のエンゲージいなして、で、ここでもうレル芝いて、もうファイト終わり。Little bit of an unhappy play as Mickey has the happy feet to escape away from him. Yeah, definitely unhappy play for sure because now with Baron BDS has lost all sound. Oh, we're back. Never mind. We were giving a 4000 gold差。まあこれぐらいでキープできれば全然勝てる。ドラゴンも取ってるし。ここもっと必要だぞ。ストップワッチ。サイオンぶつかる。殺しきれるか。殺しきれない。マジか。あれ落とせないか。あれ落としたらジンクスパッチバ発動できてな、参る可能性あったのに。いやー、ボリビアアイテムすーごい出てるね。育ってるわ。いやー、俺それゾニアあったからね。ベルのこのエンゲージは必要なかったな。キャプススキル全部から守れるのか。ゴール差結構広いったな、これ。7000ゴールドぐらいになっちゃった。アダムゴッツピック以外でも強っ。
34が全然ファーム食えてないや。レーンサップでもうちょっと有利取れたかな、レベル1の時間なければ。BDS も対策がしっかりしてたね。レルのビルドがもうサポートだ。騎士の誓いからロケットまで。フロントラインがまあサイオンがいるからね。レルがサポート系のアイテム言ってるんだろうけど、レルからエンゲージしちゃうと溶けちゃうね。でもサイオンからエンゲージするキャラでもないしな。あれ、アッシュのなんだ、スタンから出たか。7000ゴールド差か、ちょっと開きすぎてるな。ジンクスがラストウィスパー出ればね、軽く通りそうだけど。まあでもそんなアーマー買ってるやついねえか、ボリビアぐらい。BDS がワンミスしたら G2 逆転できる。1回ファイト勝てば勝ちだね。サイオンエンゲージを狙う。で、わー、エイトロックスからフォーカスいいね。エイトロックスがメインターゲットマジでいいわ、狙いが。わー、7000ゴールド差を逆転。わーお、うめえ。サイオンがバックラインに入って相手のバックライン引かせて、エイトロックスが前に出てきたところ、エイトロックスを逆に捕まえる動き、美しいな。最初からこれバックライン殺そうとしてないよね。ウルトって一旦スタートさせてエイトロックス狙ってたわ。おい、レートゲーム構成でドラゴン3つ目抑えてバロンまで取っちゃうの、これ。7000ゴールド負けてんのに。もう一回リプレイ見せてほしいわ。これサイオンの E が当たってバラスにプレッシャー与える。でエイトロックス前ブリンクしてきたところを、もうみんなでここでエイトロックス、ボリビア無視して、ボリビアはあれ、戦って敵のレル抑えてたのにレルいなくなっちゃったってなって。オーマイガード。味方のバックライン狙われてたから、エイトロックスが前ブリンクしてプレッシャー与えたんだけど、そこ狙われたね。ボリビアとかアジールとか何もできてなかったな。エイトロックスゼロダメージ。
Also, Hansama is starting to beef up a bit with the damage numbers as well. Just looks so minimal because Caps took over the damage charts. But it's a setup. It's the perfect team fight in G2 now. They picked up the drag. それでも BDS ゴールドは4000ゴールド勝ってる。しかしジンクス知見コンプリート。いやジンクスルールでジンクスあと1コアでフルビルド。ここまで来たらジンクスのパワーとんでもないことになるぞ。アッシュはもう遠距離アルティメットでキャッチするしか仕事がないや。Wonder what it's like over there as Yike is trying to play between. He doesn't realize Adam has to back away, trying to wrap in behind G2 and catch them off guard. The edge of night. Here's Caps. Crash down as well. Astral Flight, Magnet Storm. Wow, stopwatch, 間に合った。いやエイトロックス倒せてよかったねこれ。ぶんねえな足のアルティメット怖かった。オレソルついえ。BDS, they're trying desperately to keep them off the towers, but nobody kills Sion when Sion is there. ジンクスパッシブ状態で最強だ。ルールまでついてオブジェクト取った後すげえ強いぞ。ジンクスハイエーやばい。ジンクスがいやジンクスがジンクス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 止まらねえ。サイオンが敵邪魔してる。サイオンが決めジンクス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 。何これ。おもれや。オレソルまた来たわ。溶けたぞ。エクセキュートされた。オーマイガード。レートゲームオレリオンソル。これも死ぬ。オレソルやばっ。やっちゃって。オレソルやばい。キャップスえぐい。ホーリーシェッ。キャップスやばすぎだろ。あやっぱ G2 はいつ見てもおもれえな。7000ゴールド逆転すんのかよ。今日 LCK 見て PCS 見てで LPL 見てでこれで今 LEC 見てるところだけどこの地域次元が違うな。おもれえな。本当に同じゲームこれ。いやーサイオンがフロントあってバックラインのジンクスとオレリオンソル殴ったらもう勝ちだよね。来るのかアダム。俺ソルフルビルド。俺ソルフルビルドなかなかいかないよな。でジンクスもあと少しでフルビルド。しかも4ドラゴンクラウドドラゴンソウル。ウルト打った後足がめちゃくちゃ速くなる。地味にクソ強いからね。特に俺ソルとかやばいだろうな。飛びながらウルト打てるわけだから。え、飛ぶスピードも速くなるんかね。 MS 依存かな。完全にバラスト足は腐ってるね。ボリビアも。アジールがジンクスルルオレリオンソルを味方にパスできれば問題ないけど、ビルド的にそれができる状態じゃないよな。ゾニアがないや。
ジンクスフルビルドきたー。さっきは貫通なかったからボリビアはまあまあ硬かったけど、今回溶けるよ。溶けるね。で裏からレルがいる。オレリノソルのウルト俺ソルのウルトエグすぎる。足速い。見てこのオレリノソルのスピード、ホーホーリーシェクラウドドラゴンソウル、やばいスピード。クワドラケール G2 俺それペンタ狙ってる。これ取るぞペンタ、ルルがついてるしな。いけ、スローが入った。ペンタキー7000ゴールド負けてたのに、何よこれ。レートゲームクソ強い構成だったけど、別にレートゲーム迎えたから勝ったというよりかは、だから迎え切る前にミッドでキャッチしてドラゴン取ってバロン取って勝っちゃったね。あのファイト勝てたのすごかったな。